前回のあらすじ、ケーキを終え出所するも、そこに荒川のおやさんの迎えはなく、落胆する春日一番。そしてそこに一人の男が現れ、いろいろと助言を受ける。そして荒川のおやさんと再会しそうになるも、再会できず、そしてまた春日一番は、神室町の町に繰り出すのであった。随分と川島とか帰ってきたんだな、神室町も。とにもかくにも、事務所に顔出さないと。着いた。あれ、ここだよな。ここやね。ちょっとあんた何してんだい。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。事務所、ここ前はガールズバーだったよ。じゃあその前だよ。事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で。どういうこと。あ、その前はもう春日が捕まった瞬間にもう事務所移動したやん。フィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所。シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなちんけなところに入ってたのかい。おお、荒川組を知ってんのか。そりゃ神室町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし、何かと有名だからね。ああ、出世したんや。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で、今その荒川組はどこにあるんだい。探してんだよ。あそこちゃん、ミレニアムタワーちゃん。さあどこだろうな。でも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、分かった。ありがとう。沢城の兄貴が怖くない。あの指切ろうとしてた。ああ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。狙われそう。そうかい。一番荒川組も随分でかくなって有名になってるみたいだな。ますます会うのが楽しみだろうな。では問題の引っ越し先だ。とりあえずタバコ屋のばあさん、懐かしいね。懐かしいというか、まああれあれあれ、ばあさんは？え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？ってことはソープランド行け、ソープランド。そっか。東京行け。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね。お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。おう、おっちゃん。いつものプレイヤー。はいよ。じゃあ、500円。つけとけ。はあ、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ。近江連合。なんやこれ。我どこのもんや。俺、荒川組のもんだ。なんや、新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が多い。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけし。その組長って誰だ。アルカーマス。何言うとんねん。誰なんだ。近江連合若頭代行、アルカーマスに決まっとるやろが。なんで首踏んだ。組長の名前どう忘れかいな。
しっかり精神入れ。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何？己さっき荒川組言うだろうが。ああ言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会？喧嘩やめて。何寝言言うてねえ。戦闘しないで。寝言に聞こえるか。聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。まっすぐすぎね、一番登場会の虫けらが。こんなまっすぐな男見えへんぞ、あんまり。なんでバット持ってんねん。どっからバット出てきてんの。お前の腰にバットは続けへんかったぞ。渾身パンチ。一撃はこんなやつ。見せてやるよ。はい、おつ、はい、おつ、あ、やばい、起き上がる、はい、おつ、よっしゃ、いつ通りや。荒川のおやさんが近江に寝返って登場会ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。せや兄貴。え、こいつ登場会の残党や。あいつはあの射程おったよな。一番の射程どうしたんやの。三つやったっけな、名前三つやったっけ。射程どこ行きよった。他の組にも連絡せ。絶対にカムル紹介逃がすな。一人のために必死すぎやろ。はあ、はあ、危なかったぜ。ん、チャンピオン街。あのね、お酒で酔っ払ってた。え？あ、出た道を。だいぶ受けてる。野村幸代風の道を。ん？道をも久しぶりね。お、ようやく知ってる人間に会えた。いや、来ないで。一、あなたタバコ臭い。酒もタバコもとっくに昔にやめたわよ。アル中だったママが酒をやめた。あんたが懲役に行ってすぐの頃、私お酒のせいで大病を患ったの。死ぬか酒を断つかのところまで行っちゃって、それで私思い切って酒もタバコもやめたの。そうだったのか。そうね、酒、タバコ、食品、添加物一切お断り。水、人間の体を鳴らし、この話いる？カットしていい？あののことよりもカムロ町のことを教えてくれ。俺がいない間に登場会の荒川さんのおっさんに何が起こったの。うん、そういう話は全然わからない。いいえ、スナックは健康カフェにリニューアルし、もういらんやろこの話。でもどうしても知り合いなら牛尾あたりに聞いてみた。牛尾中学の時。ああ、裏ビデオは 1話でね、一番最初に喧嘩したやつや。ヤクザの記事を担当してる。なるほどね。取材と称してしょっちゅう児童公園にサボってる。ありがとうよ。児童公園ね、懐かしい。上ね、上の右端ね、児童公園。はぁ、都合があれば行くよ。水が気に入ったなら家庭用で安く譲るから。あばよ。とりあえず元気そうになるよ。じゃあまたな。待って。児童公園行こう。ずいぶん変わっちまったな。元気に生きてるのが一番だけどちょっと寂しい。さて、パイセンの児童公園。なあ。踊れは何を何言ったら分かるんや。これもせんと俺らの周りうろつけよって。約束やさよそろばたさんかい。あ、牛尾さんや。かっこよく呼ばれる問題ない。近江は一切メディア NG や。二度と取れんようにしたる。そこをなんとか、その、どうしても言うなら1枚100万よこせ。そんな無茶な。そうか、せやと二度と取れんようにしたる。それまだローン。知るかボケ。アイナイス。
おう。何も壊すことねえだろ。そのとこにちょい用があってな。安心しろ。データを俺がきっちりと消しておいてやる。それでだ。お前一番、カスバ一番か。あ、知ってるだこいつ一番のこと。搭乗官の残党ってやつじゃないか。赤いスーツのもじゃもじゃ頭。首取った帰る大手柄ついた。また戦闘？もう喧嘩やめてもう。なんか変なハサミ持ってるやつおんで。こいつ倒そう。よっしゃよっしゃ。あくそあくそ。あーもうめっちゃむずい。やばい。けどこのコマンドめっちゃ楽しいわ。楽やわ。うん。てめえの杖忘れんからな。取材もいいけど無茶はよくねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。近江連合と搭乗会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。おい待てよ。え、また追いかけっこする。アホや。カムロちゃんって名前っぽい。てめえなんてことしてくれるんだこれ。よせよ、悪いのはパイセンだって。ほらさっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。だがさっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよカムロップ。カムロップ、カムロップ、カムロ町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ、なんだそれ。無所帰りで話すとラチが開かねえ。で俺に用事ってなんだ。なあパイセン、荒川組に、いや荒川のおやすさんに何があったんだ。そういやお前荒川んとこの若者。カメラはカメラ変か。実は雑誌の記者なら知ってんだろ。おやすさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったかか。ああそれ知りたい。それが一番知りたい。それぐらい知ってるさ。伊達に記者で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃荒川の息子がいただろ。いたよ。若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ、あいつ難病だったんだってな。ああでも今どうしてんだろう。死んじまったよ。うえいつどうして。マサト、お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。マジ。荒川はその子を可愛がってたんだろ。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったらなんだって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろ。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。それは辛かったなんてもんじゃねえだろうけど、でもだからって搭乗会を裏切るなんて。なんか多分釣られたんやろな荒川さんも。お前には分かんないかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ。生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。
は極道だ。それも生粋のな。やつが選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな、そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着起こしたのか。じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。え、カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。どこ行きゃいいんだ。なるほどね。いや知らねえけど、とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家ないや。家、お前が生まれた家だよ。おお、桃源郷。桃源郷。おい、まさか桃源郷に行くのか。やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す。まあそうなるわな。殺してくれ。さあ桃源郷行こう。あれ看板ねえぞ。潰れてね。ボロボロか。笑えるぜ。これで吹っ切れるってもんだ。ツアーの締めは桃源郷か。いいコースだな。おったおった。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。あんた、足立、すげえよな。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。東上会の抗争でここにダンプが突っ込んだんだよ。マジか。そっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり、不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな、本当に。18年って時間はよ。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや、中道通りのあれは見たか。え？新カムロ署だよ。見た見た。出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。見たぞ俺、さっき。三警作戦の成果に後押しされて、カットしたけど見たぞ。塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。ここドンキホーテあったんすよ昔。ドンキホーテあった場所がえっと思ってさっき通った時に。そんなもん。カスが、俺が今までにお前に話したことで。嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。はあ、おー、やっと素直になった。俺の読みより全然早いな。はあ、さあ横浜行こう。お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。足立専用、あんたの狙いは何なんだ。捜査に協力してもらいたい。何の捜査や。お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて東上会を潰し、カムロ町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。奥でぶつかってたし。その金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監。俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。堀之内ってあのマス
だが、マサトとキャバクラ行った時だね。神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。そういうことか。まあ、荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで登場会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは？おやっさんと話す。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしてだよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。会った時どんな話するの？ええ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんたよくそんな情報をつかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこで？よくぞ聞いてくれた。横浜や。劇場前？カムロップ？見てみろ、あの店。平安楼だ。あ、あの店は。なんだ、行ったことあんのか。あそこは超高級店だ。えらい高いんだぞ。お父さんが殺されたとかね、マスミのね。でもおやさんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。荒川のおやさんが。なんでそうなの？俺を呼んでる。あ、どうした？場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっとそうだ。ほんまかい。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやさんに会えるんだ。殺されるわ。待てって。会合は夜になってからだ。おまけにお前、登場会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って？その時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ。じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろう。一旦別れて夜またここで落ち合おう。あとこいつ渡しとくぞ。なんだこりゃ。スマホだよ。見たことくらいあんだろう。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。わかった。ポーズメニュー。なるほど。よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。夜なってるやんけ。もう何もしてへんで。俺カットしてないで。夜なったわ。準備済ませて。あ、体力、多分バトルが多くなるから体力回復しとけってことかな。おそらくコンビニ行けってことか。さあ来ましたよ、来ましたよ。コンビニで一応ね、お弁当だけ買いました。どこだよ。ここで待ち合わせっつったのによ。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え、もったいない。いつも言ってるだろう、ビジネスと女性はキャッチ&リリース。誰やねん。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？オフィスに戻れだって？いや、いるこれ。お前が何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい。僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ないんだよ。やれやれ。よ、
忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか。ガタイのいいおっさん？ Sorry、僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そこへ。待ち合わせかな。相手に電話してみるといい。ああ。そういや、足立さんのスマホ持ってたな。スマホの操作をさせるためのイベントね。そのためだけの男ね。電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。貸してみな。僕がレクチャーしてる。おや、慣れてないようだね。なーに、お安いご用さ。お安いご用さ。見つけたで。あ、もう最悪。もう逃げさんぞこれ。大見連合。そう、こんな時に。おっさんの方か。あれ、日光方、どない落とし前つける気。 Who are you？ どちらさん。てぇ、踊れ、わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな。僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ、毎日大赤や。おなごはどんどん辞めるし、客も入らん、デッキ代も払えんわ。そこは君たちがもっと営業努力をしないと。めっちゃ声腹立つねんけど。もともと不良物件やったんちゃうんかい。倍額で買い取れや。わお、ナイスジョーク。もっとれ、ニック大型めっちゃ強そう。舐めとるか。待てよ。なや。この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやった？あ、ちょ待ってください。こいつ赤スーツのもじゃもじゃ頭や。あ？ほら兄貴たちが言うてましたや。登場会の残党がおったって。顔がそんな声ちゃうねん。顔がそんな声出る顔ちゃうねん。もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんたニック大型だったか。危ねえからちょっと下がってな。ここは任せちゃっていいのかい。なあ、そん代わり片付いたらまたバトルかい。教えてくれ。早くおやすさんと会わせてくれ。ごちゃごちゃ抜かしよって言ってまうとこら。両腕を手加減しねえぜ。またナイフ女シャイニング出したな。俺の番だな。見せてやるよ、こっちを見な。はい、楽勝。これやで、ジャストガード、ジャストガードで、渾身パンチ。あ、やばい、もう緑のあれがない。もう渾身パンチできひん。もう一発渾身パンチいこう。見せてやるよ、こっちを見な。よっしゃ、まだ気絶してるやろ。オッケー、まだ気絶しとけ。あー、やばい。はい、うまい。はい、うまい。はい、楽勝。あれ、あー、もうよし、楽勝。あー、痛そう。痛そう。本当のとここいつらに言ったのは不良物件だったのか。まさか、月数百万円は売り上げてたんだ。ここいるんかな、これ。にしては有料物件さ。そいつを、ここ絶対みんな飛ばすやろ。みんなが飛ばすシーン。あんまりしつこく見かじめを要求してくるもんでね。何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ。そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか。イエス、さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。心の下りいるのか。月に10万稼ぐことがどれだけ大変か。まあ一応流すけど。心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。
案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。なんかイベントであれかな、ビジネスのあれがあるんかな、もしかしたら。追いかける一方じゃ相手は逃げ、大事な重要なんかな、もしかして。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリ、あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。ビジネスマンだな。くそが、それでもほんのじゃ。日光型はビジネスマンということだね。以上、それがわかるイベントでした。はい、ってことでちょっとね、日光型のイベントが終わったところでおっさんが来た。なんだよ、何やったあのイベント。俺の初めてのメルトムだよ。あ、一応メルトムになりました。はい、あのイベントの中でカットしたけど。そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。どこ行っとんねん。久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。聞いとらんわ。俺も年だね。たくたく、お前の方はどうなんだ。これから大海の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろう。ああ、準備できてるんやったら話しかけるタイプのやつね。まあおそらく今からバトルが始まるでしょう。さあ乗り込んでいきますか。おい、おう、おう、おう、これだ。あ、マジっけ、マジっけ。そっから潜り込むんけ。反対側手伝い。マジか。こんな堂々とやったらさ、怪しまれんで。ほんまにバレバレやないか。ああ、当たり前だろ。荒川と話してるお前だけじゃねえんだ。やつとも警視総監との繋がりを聞き出して、その証拠をつかむ。俺がお前と組んだのはそのためだ。足立さん、定年間際なんだ。お前俺にそんな口聞くのか。誰のおかげで荒川の居場所が分かったの。あんただよ、揉めてる場合じゃねえだろ。俺もお前の手伝いをした。だからお前も少しは手を貸してくれ。クソ、分かったよ。いや、ドラクエの音楽やん、絶対これ。俺ドラクエやったことないけど。知りたいか。ぜひ知りたいね。じゃあお前も教えろ。鈴森撃ったのは誰だ。沢城城だ。おい、なんで俺だっていうねん。